身は彼女とそっくりだけど、全く見分けがつかないほどじゃなかった。鏡に映った分身には、影と呼吸による胸の動きがなかった。何より、本体はコソコソした動きが多くて、口数も多かったし。わざわざそんな情報を行間に埋めたのは、私に敵意がないからかな。もしかしてこれは、アルカナムを使った、ちょっとしたいたずらなのかも。けど、私は…まさか…まさか…やっぱり、私の予想通り、あなたは特殊なアルカナムが使えるんだね。じっと観察するだけで本質を洞察する力。あなたは生まれながらの精神科医なんだ。え？痩せ細ってコートもブカブカ。まさか財団のやつから虐待を受けてたり？いいこと思いついた。いっそその仕事を辞めて私のアシスタントにならない？患者の曖昧な言葉から心のしこりを探す仕事だから、その洞察力があれば完璧にこなせるよ。あの小説は。若々しい新たな学問で人の心の病を治す立派なお仕事だよ。お嬢さんもお若いし、きっと相性抜群。おっと、しっけ、お茶を出し忘れてた。ちょっと待ってね。まるで喋り続ける緑のオウムみたい。あ、ミス・ホフマンからだ。こちら。マーカス、今どこ？結構遠くに行ったみたいだけど、アルカナムのうねりもあったし、何があったの？今ターゲ、ミス・カカニアと彼女の診療所にいます。無事です。調査も順調に進んでいます。そこから動かないで待ってなさい。迎えに行くまで持ちこたえて。わかった？はい。もしかして上司？何その口調、気に食いませんな。てか未成年者の不当雇用じゃない？今だ。ホフマンはとても優しい方です。とにかく私、そして私の診療所と私のアルカナム、このカカニアに関すること何一つ隠さずに教えたよ。私のこと信用してくれた？ミス・マーカス、実はもう一つお聞きしたいことが。どうぞ。魔の輪についてです。え、もしかしてそんなことのためにわざわざ私に会いに来たの？それはそれは大当たり。何を隠そう、魔の輪を立ち上げたのはこのカカニア私自身なんだから。リアクションが大きすぎ。待って、もしかしてあなたも私たちの追っかけ？冗談、
あれはコーヒー好きの友人たちと作った小さな結社だよ。道徳に背いたことも法に触れたこともしてない。私たちはウィーンにいるアルカニストの境遇改善を目指して活動してるの。そして実際同じことを目的とする財団よりうまく機能しているという自負がある。近いうちにチャリティー絵画展を開催して、集まった募金で許可証申請ができないアルカニストたちの支援活動を行うつもり。ありていに言えばもともとあなたたちの仕事だけど。あ、ごめん、職業柄でつい。許して、あなたのことを攻撃するつもりはないの。その絵画展に出される絵は救いですか？うん、セセッション館にはもう行ったんだっけ。そりゃ気づくよね、あの絵目立つし。あれはテオフィルが黄金刀をモチーフに描いた最後の絵画。とんでもないニュースだったね、あの島。エーゲ海に突如現れる未踏の島。世間離れしたアルカニストたちの集団。異常な海流と磁力。架空だと思われてたアルカナアニマル。そして、島に落ちる現代社会の影。まあ、実際この目で見たわけじゃないけど、巷では噂になってるよ。秘密の軍事基地だとか、神話の国だとか、神々の遺跡だとか、諸説ふんふん。あれは一体何なんだろうね。ねえ、今一番あの島に詳しいのはあなたたちでしょ？ミス・マーカス、これまであなたには知ってることを包み隠さず全部教えてきた。だから代わりに、こちらも一つだけ聞きたい。ミス・カカニア、ごめんなさい、部外者には。あの島にアルカニストの同胞がいるって本当？それが本当だとしたら、彼らはどうやって現代社会の思い上がった人間から自分たちを守れるの？人として、アルカニストとして、あなたに聞いてるの。今、バルカン半島は、軍需企業の最新式兵器の実験場と化してる。そんな悪い冗談みたいなタイミングで、あのエーゲ海の島が発見された。財団に勤めるあなたなら、きっと何か知ってるはず。お願い、私はただ、自分の声を届けることすらできず、ただただ一方的に理不尽な扱い方を受け、なのに誰一人助けてくれない。そんな同胞がいるかどうか、それを知りたいだけ。ごめん。財団の職員にこんなこと聞くなんて。聞かなかったことにして。ただ腐った官僚組織の中で一人だけでも気づいてくれる人がいれば嬉しい。あそこにいるのは正気を失った狂人なんかじゃなくて、長いこと汚名を着せられてきたアルカニスト、私たちの同胞だと。違います、狂人なんて決めつけてません。私もあの島にいるアルカニストは狂人じゃないと思います。ミス・マーカス、起きてることはもう変えられません。でも財団にはミスター・カールのような人ばかりというわけではありません。私、そしてミス・ホフマンは財団本部から来ました。本部にはあなたのようなアルカニストの権利のために頑張ってる人たちが
たくさんいます。魔の輪と財団は団体こそ違うけど目的は同じです。アルカニストの権利、世界の平和と秩序、それらを守るために財団が創設されたと自分は思います。そして今も私たちはその初心を胸に仕事に当たっているのです。本当に残念。財団勤めじゃなかったらきっと親友になれたのに。その心の中に燃える情熱しかと伝わったよ。ありがとう。その情熱こそまさに魔の輪を作った理由。でも役所や官僚組織への態度は変えないからね。え、じゃあ、うん、友達を作るのに勤め先など問うべきじゃないよね。大きい会場を確保したし、デザートやドリンクの共有も豊富。一人二人くらいメンバーが増えたところで困らない。明日のチャリティー絵画展の開会式に参加しない？ミス・マーカス。もうこんな時間だし、小説の話はまた別の日に。はい、喜んで。あ、でも指導上司が。確かに手を焼くかも。その若さから見れば確かに保護者の同伴が必要そうだし、とても優しい方って言ってたよね。うん、そのミス・ホフマンという上司も連れてきていいよ。魔の輪の活動内容をちゃんとその目で確かめればきっと私たちへの誤解も解けると思う。よし、ハインリヒに来場者が二人増えたことを知らせに行かないと。あ、大変。この後診療が入ってるんだった。勧誘に夢中になりすぎて危うく忘れるところだった。何その顔。患者の個人情報は教えられないよ。じゃあ今日はここまで。また会おうね、可愛らしい財団のお嬢さん。あと魔の輪へようこそ。こちらこそ。また明日。今日はありがとうございました。来ました。聞こえる。もう一回行くから。
しにしよう。聞こえる。潜在一軍よ。この必死にパザイカビテン。ブレイダー。いましたね。聞こえる。もう一杯小出しの新酒よ。勝利？それは何を意味するの？連絡係からの補足情報は以上。規定に沿って復唱します。調査任務のメインターゲットはこれよりハインリヒに変更。委託契約チームと連絡を取っておく。明日の夜サロンでその身分を確認次第身柄を確保する。任務に関しては以上。それから今日のことだけど、これは立派なマニュアル違反。報告書にまとめて本部に提出するよ。あの島はこの時代のものじゃない。それに関する情報は全て最高機密なのに、それを口外した。はい。その考え方は理解できなくもない。確かにあの団体と接点を持つのは任務の遂行に大事なこと。ウィーン支部より彼女たちの方が私たちに立場が近く、信頼関係を築いておいた方が得策だと思ったんだろ。だけど私たちのニュースソースはカカニアだけじゃない。原則上私たちはカールの提供した名簿に載ってる全員と接触することができる。他にも支部に仲立ちをしてもらう手だってある。何より味方なんてそう簡単になってもらえるようなものじゃない。あなたは単純すぎるの、マーカス。異形になりすました卑劣な罪、理想を掲げて行った暴行。今のあなたにはそれらを見抜くことはまだできない。同じく本部の者でも利益の違いで立場が千差万別なの。あえて言えば財団は数えきれぬ妥協と折衝の上に成り立ってる。申し訳ありません。自分の考えが浅はかでした。懲戒処分は後日本部から言い渡されるでしょう。と言ってもマニュアル違反の行動で調査の成果を生み出すことができれば、場合によっては処分を撤回してもらえるかもしれない。マーカス、この街を見てごらん。この光景を壊されたくないと思ってるのはあなただけじゃない。けど
避けられない必然的な悲劇があることすらわからないままでは、いずれより大きな悲劇を引き起こしてしまうことになる。ルールとは何の理由もなく定まったものじゃないの。特に外勤派遣マニュアルに載ってるルールはどれも命の代償を伴ったものよ。私たちの立ち位置はあくまでも傍観者よ。ここは1914年のウィーン。想像を絶する混乱の時代を控えてる臨界点。高圧ガスが充満した密閉空間のように、火花一つでたちまち爆発を起こしてしまう。時代に働きかける行動、それはどれだけ些細なものでも最悪な事態を招きかねない。だから慎重に慎重を重ねて行動するしかない。それが私たちが取れるこの時代との唯一の接し方。ミス・イゾルデ、その顔はどうしたんです？劇団のことでお悩みですか？それともまた憎たらしい官僚たちが嫌がらせを？ いえ、お恥ずかしいのですが、ただ少しお医者様のことが心配で、私なんかのためにシュワルツ医師と決闘することになるなんて、ご無事で本当に良かったわ。もしあなた様に何かあったら。まさかハインリヒから聞いたんですか？あいつ口元が緩いな。どうかお気になさらずに。シュワルツの決闘を受けたのは自分の職業倫理からです。あいつは治療に用いる催眠術を尋問技術として軍に売り込んだクズなんです。まあ財団のお嬢さんのおかげで決闘は中止になりましたし、私も無事に済みました。財団のお嬢さん、先ほどの方のことでしょうか？ドアの前で顔を合わせた。会ったことが？ええ、以前セセッション館でお会いしましたわ。あなた様はいなかったけれど。もしかして何か嫌がらせをお受けになったの？財団はいつも医師資格のことで難癖をつけてくるとおっしゃっていましたし。お医者様、お力になれることがあれば何なりと思いしつけ？ああ、そんなことはありません。その、彼女は新しくできた友人ですよ。友人？いつも財団の方に近づいてほしくないとおっしゃっているのに、ご自分で財団の方と交友関係を作るというのは。ああ、彼女とは偶然知り合ったんです。財団のものとはいえ、彼女はなんというかちょっと変わった人ですよ。人柄も良くて、きっとミス・イゾルデとも友達になれると思います。サロンの招待状も渡してるので、明日になればまた会えますよ。
友人になるまでのことはちょっとややこしくて話が長くなるので、そんなことより今はまず治療を行いましょう。そんなこと？ええ。ミス・イゾルデ、もともと友人のあなたには治療を行いたくないのが本音です。それは、私にその資格がないからでしょうか？いえ、そんな、資格がないのは私の方です。医師資格を持ってない上に、医学院すら卒業してない、中途半端な存在で。それに私にとって、あなたはとてもかけがえのない人ですから。でも、これ以上、あなたがヤブ医者に毒されるのを見てられなくて。少なくとも、私はちゃんと職業倫理を持って患者に接します。ぼったくりもしませんし、変な商品を売りつけることもしません。ましてや、手術と称して実験を行うなんて非道な所業、もってのほかです。笑ってくれましたね。よかった。あなたにも分かっていただけて。では、始めましょうか。ドクター・ジークムント・フロイトは、自身の著作で、情動への抑圧こそ、ヒステリーの誘因だと述べてます。あなたには、心の浄化、カタルシスが必要です。私の言葉を聞きながら、言われた事象を思い出してみてください。頭に浮かんできたら、それを言葉にして伝えてください。そうすれば、抑圧されていた情動はある程度発散され、気絶や痙攣などの症状も多少改善されると思います。心の縛りを解き、私を信じる。それがこの治療の土台になります。お身内のご不幸に苦しんでいるのはわかります。でも、信じてください。精神科医とは、その苦痛をなくすための存在ですから。うまく言葉にできない場合は、この鏡を見てくださいね。これは、心の中の光景を映し出すことができます。自分を覗き込むための鏡のようなものだと思ってください。回想がしやすいよう、ちょっとしたアルカナムをかけてあります。鏡に映ったものを教えてください。心の中の光景。そう。私は催眠をかけませんし、あなたの秘密を覗いたりもしません。今からここで行われるのは、あくまでも会話です。ちなみに、催眠は私が最も嫌悪してる手段です。自分自身を見極めることに何の役にも立ちません。患者が真っ当な判断ができる覚醒状態じゃないと意味がないですからね。ええ、わかったわ。なるべくご期待に添えるよう頑張ります。そう真剣にならないでください。こういう時は気負うことなく気楽に構えることが大事なんですから。それに、舞台以外の時くらいは、肩の力を抜いてほしいな。何か見えましたか？金色の輪っかが、見える。書斎で、テオフィル兄様が、激しく手を振っていて、ああ、私もそこにいたわ。私は。変だわ。どうして私がいないの？お医者様、この鏡壊れているのかしら？
どこをどう見ても私がいないのだけれど、こんなんじゃダメじゃない。ちゃんと頑張ると言ったのに。私もあの場所にいたはずよ。せっかく見てくれているのに、ちゃんと思い出さないと。まずい、脅迫症状を起こしてる。ミス・イゾルデ、まずお座りください。どうか落ち着いて聞いて。ここはどこ？私は誰なの？誰かいるの？私は誰？誰か、誰か教えて。浮遊で、セセッション館の時も。なるほど、これで辻褄があった。本人も気づいてないだろうけど、アルカナムに頼りすぎてて、無意識のうちに降霊術を使っちゃうんだ。学習を捨てて貪った雑学がこんなところで役立つなんてね。お医者様、何をしているの？治療は中断されたの？私が何か間違いを起こしたせいで治療が終わってしまったの？いいえ、よくやってますよ、ミス・イゾルデ。今からちょっと大掃除をしますからね。さあさあ、帰った帰った。真実の鏡にはお前たちなんて映る。もう彼女にまとわりつかないで。治療を受けたいなら他の医者に当たりなさい。幽霊たちがつきまとい、彼女を混乱させてる。彼女を落ち着かせないと。このままじゃ怪我をさせちゃう。ミス・イゾルデ、リラックスしてください。私はずっとここにいます。ここにいるのは誰ですか？私、ちゃんとするから。お医者様、私を見てて、ずっと見ていて。誰？あれは女の子が一人。来ました。聞こえる。もう一回行くわ。モノフィシネパゾイカビテオビス。自分よ。ティプラゼティーラシャルンドペフィンジシティ。今年ももう一杯いかが？来ましたね。私のベッドにいるの？どうして私のお父様をお父様と呼んで、私のお母様をお母様と呼んで、私のお兄様をお兄様と呼んでいるの？ねえねえ、はあ、震えて哀願しているわ。お父様が迎えにいらして、召使いに連れ戻された。
かわいそう。あなたの気持ちが手に取るようにわかるの。早く私の人生を返して。あの日々は決して蜜のように甘いものではなかったわ。それは単なる記憶です、ミス・イゾルデ。それから何がありましたか。いや、死んでしまった。それから私がここに来たの。幽霊。物語はまだ終わっていないわ。血脈のように伝承されていくのよ。聞こえてきましたわね、今年の新種よ。見つけた。もう一本いかが。なんておぞましい。今年の新種よ。この不思議にパーザイカビテン。見つけた。なんてかわいそうな天才なのかしら。こんなことで死なないといいけど。彼女は悟って座り込んだ。そして恐怖を感じ悲鳴を上げた。でもここは舞台じゃないから偽りなんかじゃないわ。震える中、二人目の子供は思い出した。痙攣しながら。ああ、そういえば彼女は三人目だった。痙攣、それは電気治療に関する記憶かもしれません。少なくとも治療は役に立ったんですね。自分の心を探索し、思い出したくない記憶にもう一度目を向けられた。いや、聞きたくない。こんな物音聞きたくないの。ジーン、あれは何の音。誰が火を消せと叫んでいるの。ているケージはどんな色。ジーン、あれは何の音。何が割れて崩壊したの。爆発したのは一体何。ガラガラ、ガッシャーン。炎はなんて叫んでいるの。中で燃えているの。あいつらが離れていく。もう大丈夫です、ミス・イゾルデ。私はここにいます。もう大丈夫ですよ。これはそう、外周一色よ。
少しは気分が良くなりましたか？まだ何かを感じたり聞こえたりしますか？自分のことをちゃんと思い出しましたか？ミス・イゾルデ。ええ、はい。お医者様、ちゃんと見えました。あの火事、すべてを燃やし尽くした火事を、どうして忘れていたのかしら。すべてを飲み込んだ火の海、炎に巻かれたテオフィル兄様の端末魔、よくも、よくも緑に火をつけたものですわ。なぜ、忘れようとしたの？どうして、そんなひどいことができるの？思い出した。何もかも、思い出したわ。よーくしつけられた貴族。類まれなる才能を持つアルカニスト。ウィーン一のオペラ歌手。リッタースドルフ家の霊嬢。兄上の愛おしい妹。私はそうでなくてはならないのに。失敗も失言も失態もすべて許されず、完璧な生涯を終えるしかないのに。それなのに彼は、いともたやすく命を手放して。それほどの勇気があるのなら、軍務についたり決闘をしたり、他にも潔く尊い死に方はあったはずなのに。だけど彼は、周りの目線などものともせず、最も惨めな死に方を選んだ。いいえ、ミス・イゾルデ、とてもよくやりましたよ。まさに今のそれが、この治療法の肝となる部分なんです。見て見ぬふりをしてきた記憶や、黙って耐えてきた理不尽を声にして訴え、呼び起こされた情動に言葉を与える。すると、心の傷が癒え、ヒステリー症状も緩和するはずなんです。だから、どんなことでも話しましょう。なんなら、ヒポクラテスに誓ってもいい。ここでおっしゃったことは、一切口外しません。誰にも言いませんから、安心してください。二人の秘密にしましょう。ね。二人の、秘密。なんだか、素敵な響き。あの部屋のこと、まだ覚えているわ。部屋の中は、目がくらむほど明るい。それがどうにも苦手で、私はろうそくの柔らかで小さな光にしか慣れていなかったから、昔お母様が寝かしつけてくれるときに白いろうそくを灯してくれていたの。そのろうそくはどうしましたか？倒されたわ。あのわんぱくな男の子、黒い髪のテオフィルに、
燃え盛るろうそくを手に取り、窓掛けに自分の絵に火をつけた。そして炎に包まれた体のまま私に向かって走ってきた。その手には拳銃が。バイニンガーのような天才でもないし、拳銃で自害をしても有名にはなれないわってテオフィルに言ったの。まるで舞台の初演だけ覚えられ、その後はただのつまらない繰り返しだと思われるようにね。そうしたら彼は盛大に笑ったわ。今のウィーンには拳銃自殺をする奴などあり余るほどいる。世の人に覚えてもらうためにはもう少し熱を加えないとねって。私は別れを告げ、他のお嬢様方とおしゃべりをしに下の階へ降りたわ。しばらくして天井から血がにじみ、私のティーカップに滴り落ちてきて、上の階へ戻るとテオフィルが血だまりの中で横たわっていたの。片手に手銃を握っていて、作り込まれたリボルバーだったわ。引き金を引くときっと心地いい音がするのでしょうね。私はドレスの裾を持ち上げていて、炎がそこから床に流れ落ちるように燃えていたわ。やがてしゃがみ込み、彼の左のこめかみに開いた穴に向かって問いかけたの。テオフィル兄様、あなたの炎はどこに？そうしたら、テオフィル兄様が上半身だけを起こして言ったの。イゾルデ、君の銃はどこに？と。あなたの銃？私の銃？イゾルデ、息を吸って。もう大丈夫です、私はここにいますから。ほら、ちゃんとそばにいるでしょ。その後銃声がしたわ。はっきり見えないけれど、引き金が重たいみたいで、少し時間を置いてバーンと音がした後、銃がその手から滑り落ちたわ。
殺したのは私よ。私が彼のお葬式に行く資格も、彼の遺作展を主催する資格も、人から同情される資格も私ではないのよ。私もあそこで炎に身を投げ死んじゃえばよかったのだわ。もう大丈夫。ミス・イゾルデ、私は裁判官でもなく警察でもない、あなたの友人です。ご自身が自分のことをどう思っていようとも、私はあなたが無事ならそれでいいんです。命が脅かされたんです。誰でも同じような行動を取りますよ。だから自分を責めないで、ミス・イゾルデ。あなたはただ怖かっただけです。本能的な行動をやましく思うことはありません。この秘密ちゃんと守りますから、ご安心ください。ドクター・フロイトは心の闇を直視することが鬱憤を晴らすための第一歩だと提唱してます。もうちゃんと第一歩を踏み出してますよ。それはとても難しくて勇気が必要なことです。ほとんどの人にはできないことをあなたはちゃんとやり遂げたんですよ。本当にちゃんとできたかしら。はい、とてもよくできました。明日はオープニングショーの主催で、来週はトスカの舞台。てんてこまいですね。じゃあ私はここで。ミス・イゾルデの貴重なお時間を独り占めなんて、この街を敵に回すも同然ですからね。もう大丈夫ですわ。お医者様のおっしゃった通り、夜風がとっても気持ちいい。そういえば今度の舞台では新しい演出を試みるとハインリヒから聞きました。舞台のセット図も見せてもらったんですよ。ベルリンで流行ってる表現主義の技法を取り入れたとても斬新なもので、ベルリンから戻ってきてからはちょっと様子がおかしいけど、芸術への情熱も同胞思いなところも昔のままでよかったなと。私もミスターハインリヒに感謝しておりますの。でも残念なことに、定律王立宮廷歌劇場での上演許可はいただけなかったので、フォルクスオーパーでの開演になりましたのよ。ちっとも意外じゃありません。あのミスターマーラーもあんなに頑張ったのに、結局サロメの上演許可が下りなかったんですから。ウィーン定律王立宮廷歌劇場の芸術監督だっていうのに、融通が効かない人たちが新しい芸術形式を良しとするはずがありません。彼らは陳腐なメロディーと天国のような舞台を永遠と見ていたいだけです。
上演許可が下りなかったのは私のせいだわ。アルカニストな上に気の狂った霊媒師が主役だから却下されたのよ。あ、そんな、きっと別の事情があったからですよ。ほら、ウィーンで名を馳せた作曲家も演奏者も指揮者もみんなアルカニストですし、ウィーンでアルカニストの芸術と才能の貢献を認めないのはこの街そのものに火をつけるも同然ですから。すみません、わざとその言葉を選んだんじゃなくて。でもやはり高齢演技を認めない人はおりますわ。舞台で高齢術を使い霊に取り憑かれてオペラの登場人物になりすますなんて舞台芸術への冒涜だと。私の歌は舞台に立っている者の歌声ではなく霊の歌声で、一種の詐欺のようなものではないかしら。いいえ、ミス・イゾルデ、あんなオペラをまるで分かってない人の意見は気にしなくても大丈夫だと思いますよ。あえて言えば舞台芸術とはそもそも詐欺なんです。人がお金を払ってまで劇場に足を運ぶのは現実じゃなく非現実感を味わいたいからです。現実を見たいなら私の診療所へ鏡を覗きに来ればいいでしょ。役者は舞台という虚構の空間で短い時間の間に完全に他人になり、非現実で現実にいる者たちを見せる。そのために入念に演目を作り、汗水垂らして反復練習をして衣装や機材や照明を設計する。あなたの才能はその完成度をさらなる高みへと導くものです。でも、私がリッタースドルフ家のアルカナムを使ったのは事実ですし、あれがなければ今のような人気はきっと。アルカニストの群を抜く芸術の才能は、きっと狂気の呪いでもあるんですわ。お医者様、私、病気を言い訳にして詐欺を行う詐欺師なのかもしれないわ。病床が収まったら、その代償で得た才能も、きっと消えてしまうんだわ。そんなことありませんよ、ミス・イゾルデ。生まれながらの才能を使いこなすことをチートだなんて、とんでもないです。私たちはアルカニスト。この曖昧な言葉に定義づけられる前に、私たちは何者なのか。隔絶された島で一人のアルカニストが産み落とされたとして、アルカニストなんて言葉を知る由もない彼はきっと自分のことを他のみんなと同じ人間だと思うでしょう。お医者様、ミス・イゾルデ、考えたことはありますか？街行く人々の中にアルカニストなんて見当たらないことを。才能を持った同胞たちは世間の目を気にしながらトゲを削り身を丸くして人混みに紛れて自分を隠し続けてきたんです。なのに人間たちは不完全さゆえの純粋を保ち続ける。私たちは才能で散々な思いをして理不尽この上ない苦難を強いられてるというのに。世間の目からすれば私たちの才能はただの病気であり傷であり恐ろしい呪いでしかない。呪いが解ければ私たちは特別さを失ってしまう。呪われたまま生き続けるには傷口を自らえぐり続けるしかないんです。アルカニストはそうやって吐き出した血ヘドを売りにして生きてるんですよ。見てください、
最も開放的で寛容な都市と呼ばれてるこの街を、ザ・ハトルテの甘いチョコレートの下に隠されてるのは火薬と毒酒です。アルカニストは芸術の才能があると認められていますが、それだけです。私たちは議席を持たず、役職にもつきにくく、専門的な資格すら取りにくい。まるで装飾画と花瓶のように扱われ、人目につかないどうでもいい場所に飾られてしまう。アルカニストへの束縛と差別は増える一方です。最初は公式登録、次は居住証明書、今となってはアルカナム使用許可証など口頭無形なものまで。繊細だからと見下され、夜な夜な泣き寝入り、世間の目を配慮しながらやってきた私たちは、それでも動物扱いされるのが怖くて、人でいたいと切に願うんです。人間は理性的な生き物ではない、ドクター・フロイトが言ってました。人間の意識にとって理性など氷山の一角でしかないと。確かにミス・イゾルデは病気かもしれない。私たちもみんな病気かもしれない。でも確実に言えることは、病気にかかってるのはこの社会だということ。非理性的な感性への風当たりがあまりにも強く、社会が病んでしまった。エーゲ海の島で暮らしてる人たちの方が私たちよりはるかに自由です。それは黄金が埋まっていると噂される謎の島のこと？さっきの財団のお嬢さんのこと、まだ覚えてますか？ええ。どうしてまた彼女のことを？その友人は財団のものなのに、あの島のアルカニストたちは狂人じゃないと、ただそこで自由に生きてるだけの人だと言ってたんです。憧れですよ。芸術家団体のように自分たちだけの団体を作り、栽培、生産、労働、おのおのの強みを生かして仕事を均等に割り振れるなんて。これはきっとあの島からのメッセージだと思うんです。天性を抑圧されることなく自由にやっていける国はありえない話ではないと、いつか自分の目で確かめたいものです。だから彼らを応援するのは将来の私たちのためでもある。あなたが兄様の遺作展をやるのも同じく大切な役割を担っていると思います。いいえ、私なんか別にそんな立派な人では。でも実際立派なことをやってますよ。一階の精神科医がこんな物言いをしていいのかわからないけど、いつか自分の理想があなたの理想になってみんなに響けばいいのになって思います。病んでるこの世界を治すには大手術が必要です。目まぐるしく変わる世紀初頭だからこそ、斬新なコンセンサスを作り一致団結しないと。例えるならアルカナムの分離派のようなものですかね。精神科通い、物売りの小商い、詐欺師から離れるんです。私たちに必要なのは新しい夢と神話。もう一度この世界に本当の自分を見せ、アルカニストではなく新しい人になるんです。抑圧から解放され、本能の情熱を抱きしめるんです。だからミス・イゾルデの仕事は価値あるものだと思います。兄様の遺作展の主催もオペラの出演もきっと徒労ではありません。立派なことをしている自分を
信じてみてください。ありがとう、お医者様。そんなことを言われたのは初めて。胸に刻んでおくわ。夜風が気持ちいいわ。なんだか息もしやすくなった気が。もう少しご一緒してくださる？先ほどおっしゃっていた分離派の話、明日の開会の辞にも役立つ知識だと思うの。もっと教えていただけるかしら？もちろん、こちらこそ喜んで。ではウィーンフォルクスオーパーの近くへ下見に行ってみますか。もう公演のポスターが貼り出されてるはずです。新自由ポストの記者、パーンの編集長、トーチの創刊者。あれはミスターエゴン・エルヴィン・キッシュ。あのレドル連隊長事件を報道したボヘミアポストの記者です。ちゃんと予習してきてよかった。建築家のアドルフ・ロース。シュタイナー邸は彼の傑作ですよね。あれはマクシミリアン・ユング少佐とその奥さん。有名人がこんなに来てるなんて。島にいた頃に読んだ報道と少し違うような。写真ではみんなもっとすらりとしてて若く見えたけど、記憶違いなのかな。もしかして撮影って人を美しく見せる芸術だったり。ミスター・カールの言ってた通り、分離派ってチヤホヤされてるんだ。新たな芸術を一目見るためにみんなセセッション館に足を運ぶのね。ここにある芸術、全く理解できない。すでに委託契約チームのメンバーに行動計画を伝えておいた。ハインリヒが現れ次第すぐその身柄を確保する。アルカナムの不当使用の名目で連行するという計画よ。この時代の法律に沿ってるし、リスクも低い。だけど彼がマヌス・ベンデッタの場合、戦いになる可能性もある。そうなったら委託契約チームのメンバーが外部からサポートをしてくれる。マーカス、ハインリヒが変装して人混みに紛れ込む可能性もあるから、あなたの任務は念入りにそいつを観察すること。それと今回の任務の最優先事項、マヌス・ベンデッタの術式観察を忘れずに。はい、しっかりこの目で見ます。トーマス議員は数名の女性に表現主義について語ってる。その父さんは昔印象派の画家だからひどく悪口を言われてた。あんな絵がその後こんなにも貴重なものになるなんて誰も想像すらしてなかった。そのせいか彼の世代では芸術への審美眼が過剰修正に走ってしまい、理解できないものは全て立派な芸術だと思い込むようになったみたい。新自由ポストの記者は少佐と近年ウィーンで相次いで起きてる自殺事件の話をしてる。彼らは特集をたくさん組み、小説、
若きウェルテルの悩みの流行が引き起こした現象だとしてるけど、本当にそうなのかな。カカニアはトーチの編集者と魔の輪の理念について話してる。原始人が描いた最初の魔法の輪っかだ。字が大きい。今年の春、ボスニア・ヘルツェゴビナで行われた軍事演習、コンラッド将軍は失脚するかも。大西洋上空の気圧の谷、アイボリー色の艦長専用書類。将軍、内閣議員の奥さん、赤衛佐の官僚、アルカナムが細菌性の感染症である可能性、精神分析は新しい精神疾患を作る可能性。ミスター・ハインリヒもまだ来てないようです。このページに役立つ情報はありませんね。あれはミス・イゾルデ、今回のサロンの主催者です。調子は前よりだいぶ良くなったように見えます。理由はわからないけど、よかった。開会の挨拶が始まるみたいです。記念画展を主催でき、大変光栄に思いますわ。挨拶に先立ちまして、まずは愚兄テオフィルの友人でこの画展のキュレーターミスター・ハインリヒにお礼を申し上げます。ミスター・ハインリヒがまだ来てないようですが、何か感づいたのでしょうか。そして私の友人、魔の輪の創設者ミス・クララにもお礼を。この会場を確保できたのは彼女が奔走してくれたおかげですの。彼女は信仰アルカニストの家系で、責任感の強いお医者様であり、卓越したセンスを持つ鑑賞家でもありますわ。ミス・カカニアが立ち上がり、来場者たちに挨拶をしてる。その気まずそうな笑顔から見るに、名指しで呼ばれることを予想してなかったみたい。ミス・イゾルデが励ますような視線を彼女に送ってます。上層階級の人たちに自分の友人を紹介したかったのでしょうか。どうやら二人はとても仲が良さそうです。そんなことしなくていいって言ったのに。ミス・カカニアは帽子を目深にかぶりました。目立つのが嫌なんでしょうか。彼女はそんな内気な人じゃないはずです。ミス・イゾルデの視線が気になるとか。これから愚兄テオフィルが残した最後の絵画、救いの初展示を行います。あれが。愚兄は人生の最後、黄金島の伝説に夢中になっておりました。彼はその島が芸術と人文の美しい国であり、アルカニストのためのユートピアだと想像しておりました。彼らは属性に汚されることなく、原始的な生命力と情熱を保っていた。あの島には救いが、希望があると。初耳です。情報取得の権限レベルが足りなかったからかな。どうやらウィーンの人々はあの島に対して自らの解釈をしてるみたいです。皆様、
どうかこの件に関心をお寄せください。今後私たちはあの島への侵攻を停止させるよう促進委員会を設立し、帝国の共通議会に願書を提出いたします。あの島にいるアルカニストは狂人などではないわ。彼らは自由に生きているだけなのです。え？あの島の出現は私たちへの大いなる啓示。彼らを援助するのは将来私たちのためにもなるはず。病んでしまったこの社会、医学だけでは到底治せませんわ。徹底的な変革を起こし、抑圧されていた天性を取り戻して、もう一度世界に本当の自分を見せなくては。まずい、この発言は。アルカニストが一致団結して抑圧を受けず自由に生きていける自分たちだけの国を作りましょう。これより行動内容を変更。建物の出入り口をすべて封鎖せよ。ターゲットにイゾルデを追加する。マーカス、出番よ。私の聞き間違い、それとも本当に。多めに見ましょう。ミス・ディッタースドルフは精神病がまだ完治していないようだから。そうね。そんな、私はそんな意味じゃ。友達よ、観客の皆様、生存者の皆様、どうか落ち着いてください。どうか慌てずに、すでにあなた方のため救いの道を見つけてあります。ハインリヒ、背後にあるのは。ホフマン調査員、目標が出現しました。こちらにはゴーレムの群れが。言わなくとも見えてる。物品にエンチャントを施すアルカナムか。マーカス、術式に越属を。どうかミス・イゾルデの言葉を聞こえよがちにしないでいただきたい。我々は今世界そのものを滅ぼす実験場に立たされているのだから。大きな災いが我々に迫り、闇が空を覆い尽くそうとしている。目の前にあるものすべてをしっかりその目に焼き付けてください。音楽も芸術も未来への道も、そのすべてが人間の作った兵器で終わりを迎えてしまうのです。え？あなたたち何を言ってるの？お医者様、心配しないで。あなたはまだ知らないだけですわ。さあ、いらして。すべてを教えてあげる。あなたの夢には行くべき場所が定められているの。何のデタラメなの？国を作るだなんて、国家転覆するわよ。
生まれも育ちもウィーンの私たちがどうして祖国を離れないといけないの。あのゴーレムも芸術品か。ああ、なかなか貴重そうなものじゃないか。一つか二つ我がコレクションに収めたい。ドアを開けて。こんな馬鹿げたこと、私への領辱よ。くそ、あのゴーレムたち、アルカナムが通用しないのか。ハインリヒに近寄れないぞ。ミス・ホフマン、読み取りました。制御系のスペルです。財団支部の入り口にいたものと同じ術式です。マヌス・ベンデッタの術式の痕跡は。それは見当たりませんでした。ゴーレムは内部からの攻撃しか通用しない。マーカス、他の人にも方法を教えてあげて。アオラ、来場者たちを避難させて。それから音消しスペルを使って、これ以上時代に関する情報を拡散させないで。ハインリヒはイゾルデを連れて逃げてる。あの絵の後ろに通路が。追うよ。彼らは出口から逃げた。追うのはやめましょう。これ以上騒動を広げるわけにはいかない。あれ、ここマーカス、どうしたの。この隠し通路の出口とつながってるのは財団のウィーン支部。